はい。というわけで、どうも皆さん、こんにちは。現役受験生。というかもう今日で受験は終わったんですけども、まあ、まだ高校生なんでね、現役受験生のゆうたです。えー、先ほどですね、大阪公立大学の合格発表がありまして、えー、落ちましたー。あー、落ちた、落ちた、落ちました。いやーね、あのー、僕もね、あんまり正直自信はなかったというか、もう、これは落ちたやろぐらいのね、問題の出来やったんですよ。もう当日ね、もうあのー、僕、2月の頭にね、どうしちゃうかってから、もう、なんか、 燃え尽きたというか、そんな感じでね、もうそんな大して勉強もしてなかったんで、あの、まあ当日、えらい、ね、やらかしたわけですよ。でもこれは落ちたなと思いつつも、まあわずかな可能性がまだ残、まあまだ発表は今日やったんでね、まだわずかな可能性が残ってるわけですから、えー、まあそれを、それに期待、期待もしてなかったですけども、まあ一応待っとこうじゃないかということで、今日まで待っておりましたが、でね、まあ、この後動画、どんどん上がる、上がっていくと思いますが、まあ 今朝まで名古屋にいまして、はい。今朝の早朝便でね、えー、名古屋、今朝の早朝の高速バスで大阪帰ってきて、で、すぐ、えー、合格発表があったんで、それパッって見たら不合格で、えー、名古屋から帰ってきてすぐ不合格という、まあ、現実を突きつけられたわけですけども、はい、まあ、全然僕はあんまりそういうの気にしない人なんで、はい。あのね、同志社大学受かってるのがやっぱ、でかいですよ、ほんまに。同志社、もうな、あのね、同志社受かった瞬間めっちゃ嬉しかったですもん。 あのその時僕、胃兆円でね、ぶっ倒れてたんですけど、もう同社を受かったという事実だけでもほんまに嬉しかったですよね。はい。まあ、関西で、就職する、まあ、関西で生きていくやんやったら全然同社でもありやと思うんですよ、僕は。まあ、同社の変雑調べたら、マーチと一緒かそれ以下っていう感じやったんで、まあ、東京進出は厳しいんやろうなと思うんですけど、別に僕、東京行く気なんかさらさらないんで、はい。 なんで、あの、関西で生きていく分で全然同志社で構わないと思うんですよね。で、あのー、まあ、大阪公立大学法学部は落ちましたけども、えー、今のところね、同志社大学の政策学部は受かってます。で、えー、社会学部も一応追加合格に回ってまして、まあ、ボーダーマイナス2点なんで、どうやろうな、まあ、追加合格の発表3月26日なんですけど、追加合格が、で、合格すれば僕は社会学部に行くつもりでいるんで、 はい。えー、まあ、まだ決まってないですけども。まあ、今のところ確定しているのは政策学部ですね。なので、政策学部に行く可能性の方が若干高いかなと思いますけども、えー、まあ、とりあえず、同志社大学、春から同志社大学に行かれる皆さん、あの、お友達になりましょう。あの、ぜひ、コメントしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。えー、つながりましょうね。はい。で、まあ、今日までね、えー、大学受験ですか。まあ、非常に長かったですね。はい。えー、もう、去年の、 去年の1月からね、共通テストを1年前や言うてずーっとやってきましたけども。まあ、このチャンネルを開設したのはね、えー、今年、去年の4月ですけども。まあ、長かった。ね。まあ、確かにこのチャンネルの動画見てたら、見てくれてる人ならわかると思いますけど、まあ僕は結構遊ん、遊んだりもしてたんですよ。ただね、年末年始。これが一番だるかった。 別に勉強を僕そんなしてないんですけども、まあ、受験生ということで、あんまり遊びもしなかった、遊べなかったんですよね。周りの子もみんな必死に勉強してるし。で、ま、あその、なんていうかな、まあ、受験を終えた感想ですけども、やりきったという感触は全くないですね。だって実際やってないですから。あの、全然、あの、勉強ほんまにね、だって同志社大学、同志社に入る、同志社への、 っていうか、次第入試の対策を始めたんが、ほんま共通テスト終わってからなんですよ。別に共通テスト対策そんな必死にやってたわけじゃないんですけど、もうほんま短期間、2、3日で頑張りまして。<laughs> はい。まあ、見事同志社大学受かったんですけども。まあ、あの、国立の勉強もね、まあ、確か2週間ぐらい空いたわけですけど、僕、一兆円で4日間ぐらいずっと倒れてたわけですよね。で実は僕、高校入試の時も、えー、インフルかなんかにかかっ インフルかなんか知りませんけど、高熱を出しまして2日間寝込んだんですよ。それで落ちたようなもんなんでね。やっぱりね、病気してあげませんよ、ほんまに。体調管理しっかりしましょう。はい。体調管理、体調崩したから落ちたっていうわけじゃないと思うんですけど、やっぱりなんかそういうことがあると、落ちるんですよね。もう僕が身をもって証明したんですよ、これは。はい。データからも出てしまいました。体調崩したら落ちる。 でね、まあ、ああのー、どうしちゃ受かっただけでも全然もう、OK なんで、僕は別に後悔してないですし、勉強しなかったことに対してもね、まあ、その分、遊べたんで、はい。そこまで後悔はしてません。まあ、効率行けたら別に行きたかったですよ。あと、親にもね、ちょっと迷惑をかけるんですよね。学費の面でも。で、も高校入試落ちてますし、だから、まあ、効率受かりたいという思いも若干ありつつですけども、 まあどうしちゃうかったおかげで全てが燃え尽きたというかね。まあちょっと親にはほんまに申し訳ないんやけども。まあ学費は、あのお金の心配をするのと親は言ってくれたんで。まあそこはもう信じていいかなと思います。ただね、これはちょっと親にでかい恩を作ってしまったなと。ほんまに高校大学と私立私立で来ちゃったんで。もうこれはマジで感謝してもしきれへんぐらいなんでね。このチャンネルを一刻も早く収益化してね。この家に 一円でもお金を入れれるように頑張りたいと思います。で、将来はもう、マジでこう YouTube で成功してビッグになって、まあ、ビッグになるっつっても、どこ、どこまで行ったらビッグなのかわからないですけども、とりあえずもうチャンネル登録者数、とりあえず今年のうちに収益が絶対したい。はい。なんで、ほんまに皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あの、うちの親のためにもどうかチャンネル登録と、えー、動画を再生していただいて、 えー、早く、あの、収益化の条件であるチャンネル登録者数1000人、1、1ヶ月の再生時間4000時間やったかな。え、それをいち早く達成したいんで、どうか皆さんほんまによろしくお願いします。ほんまによろしくお願いします。早く稼ぎたい。はい。まあ、バイトも、バイトは当然しますけど、やっぱりバイト代だけじゃ絶対に恩返しはできませんよね。まあ、就職したら確かに恩返しはできるかもしれませんけど、それよりも早くなんとかしたいんで、この大学在学中にチャンネル登録者数、まあ、 少なくとも10万人。これは目標にしたいと思います。というわけで、本日の動画はこれで以上になります。あの、大学受験頑張ってきた皆さん、ほんまにお疲れ様でした。ね。えー、またこう、また後期がある皆さん頑張ってください。はい。えー、というわけで、本日の動画はこれで以上になります。よければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、あと、同志社大学、春から入学する、入学されるという方、コメントください。はい。返信していきますので。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。